どうもみなさん、こんにちは。2022年秋に開始、まず着実に担当合格を狙うというガイダンスを始めさせていただきます。担当いたしますは、歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ガイダンス始めてまいります。で、今回ですね、こちらのタイトルなんですけども、2022年秋ですね。実は今この収録ですけども、10月に今ね、収録を行っております。まさにこの季節で言えば秋ですね。秋で、この2022年秋からですね、不動産鑑定士の勉強を始めてね、このあと来年の合格に向けてどういうふうにね、勉強を進めていったらいいのかね、結構ね、皆さんからね、頂戴する質問なんですね、結構いただくんですよ。どういうふうに勉強を進めていったらいいですか、特にこの秋ですね、これからですね。で、当然ね、来年の本試験までね、残された時間はある程度限定されてます。で、1次の担当式試験、あと2次の論文式試験ね、2つのね、この試験から、この鑑定試験成り立ってるんですけど、またでね、詳しくね、お話をしてまいりますけども、まずこの担当ですね、1次の担当ですね、この秋から始めるんであれば、この1次の担当式試験の合格、まずこれをしっかりね、確実なものにするね、それがまさにこのタイトルに表れています。これが今回の、ガイダンスの、結論になります。まず着実に来年1次の担当合格を狙いましょう、そういう内容なんですね。で、もちろんね、皆さんの中にはね、ある程度時間があって、担当だけじゃなくて2次の論文、これも一緒にやりたいんだとかともいらっしゃるかと思います。もちろんそれはね、もうそれは個々人のね、いろんな考え方とかありますんでね、ですからそれはそれで OK ですけど、ただ基本的にはですね、基本的にはこの鑑定士ですね、勉強を始めになる方の大半がやっぱ有職者なんですよ。お仕事をお持ちの方ですね、大半が。そうすると、この秋ですね、秋から初めて来年の本試験に確実に受かる、ためにはやっぱりは、担当、一時の担当に絞った方が、合理的かなと、そういう気はいたします。で、この後ですね、この担当合格、これをしっかり確実なものにするために、どういうふうに勉強したらいいのか、試験制度も合わせてですけども、どういうふうに勉強を進めていったらいいのか、その辺の、重要なポイントですね、それを国土交通省が発表している担当式試験のいろんな、データ数字がありますので、それらを交えて、皆さんにできるだけ分かりやすくお伝えしてまいりたいと思います。で、従いまして、これから勉強始めようかな、鑑定士の勉強やろうかなと思ってらっしゃる方だけじゃなくて、もうすでに鑑定士の勉強を始めてらっしゃる方にとっても参考になろうかと思いますので、よろしければぜひ最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ始めていきます。で、まずこちらですね、よいしょ、ちょっと見てくださいね。まずこの鑑定士試験制度ですね、こちら、これどんな風になってるのかって言いますと、今申し上げました1次がこの担当式ですね、こちらで、あと2次が論文式、当然1次の担当式に受かった方が次の2次の論文式試験に進めると、そういうことですね。で、この左の担当式試験ね、とにかく着実にまず合格を狙いましょう、それが今回のこのガイダンスの趣旨なんですけども、この担当式試験マークシートです。マークシートで、1問が5択になってます。宅建ですと1問が4択ですね。それに対してこの鑑定士の担当式試験は1問が5択1個足が多いですけども、で、科目はご覧の2科目ですね、行政法規って呼ばれているものと、あと鑑定論と呼ばれているものですね、この2科目です。で、それぞれ40問ずつ出て2時間で回答して、で、それぞれ100点100点です。したがって合計200点、200点満点でその合否が決まると。ですからこれちょっと変わったカウントをするんですよ。これ40問、行政法規40問で100点、鑑定論も40問で100点ってことなんで、それぞれ1問が2.5点なんですね。ですからこの後そういうちょっとね、数字データを皆さんにご覧いただきますけど、波数が出てまいります。 2.5 ってことでね。で、あと試験日は5月の中旬の日曜日ですね。大抵第2日曜日ですね、大体例年5月の第2日曜日が試験、担当式試験の試験日になることが多いです。いわゆる母の日ですね、母の日で、それに対して右の論文式試験、これ当然名前の通り論述ってことで、実際に答案を書いていきます。ペンを使って答案を作成するとか、そういう試験です。で、科目がご覧の4科目ですね、民法経済学会計学そして管理論。したがって
ちょっと見ておいていただきたいのが、この鑑定論という科目、担当式試験でも、そして右の論文式試験でも出ますですね。だから非常にね大事な科目なんですよ。この後ね具体的にね何を勉強するのかもご覧いただきますけどね、とにかく鑑定論ね、これが非常に不動産鑑定士試験ね試験においては重要な科目だっていうのをちょっと知っておいてください。でこれ試験日はね8月上旬の、まあ、これ正確に言うと第一日曜日ですね。第一日曜日を含む土日月の連続する3日間です。 3日間連続します。結構ハードですね、3日間ってことで。これがこのね鑑定士試験制度になってます。でこの左のねこの担当式試験なんですけども、こちらね2022年今年ですね、今年ねもう合格発表当然ありましたけどもね、合格率が 36.3% ってことでね、結構高いでしょね。他の国家試験に比べるとね一次試験ではありますけども結構合格率は高いね。でもねこれね正直言ってね私の中では、まあ、実際倍率ですね、競争率は2倍だと思ってます。2倍ね、あの残り半分ですね、半分の方はねなかなかこう勉強がね回ってないで、でそれでも一応とりあえず試験受けてで不合格って方がね大体半分ぐらい実はいらっしゃるんですよ。やっぱり受験生の大半が有職者ってそういうね、まあ、特殊性にねやっぱり基づいてね、あの基づいてのことなんだろうと思いますけども、なかなかね勉強がしっかり回らないで本試験に突入って方が少なくないです、ね、ですからまあ実質的には私の中ではまあ2倍ぐらいかな。その代わり残り半分の中の競争は結構熾烈です。熾烈ですね。だからこういうのをちょっとねあの覚えておいてくださいですね。で次今度右の論文式試験、これはどれくらいの合格率かというとね、まだね今年2022年の発表まだ迎えてません。あと数日後なんですよ実を言うと、ね、ですからこれ一応去年のね合格率です 16.7%、ね、これ2次ですね。これねあの鑑定試験この2次の論文式で終わりなんですけど、でもね一応こちらが天王山ではあるんですね。4科目あって論述っていう結構ねあの難しい試験ってことで、でも合格率結構高いでしょ。もっと低い国家試験いくらでもありますからね。一応これがね、まあ、担当、ね、論文の合格率ということになります。結構、ね、この率は高いなということで。でこのね担当者ですよ、担当。さっきねあのガイダンスのね一番最初のタイトルでもね皆さんご覧になってきましたけど、とにかくねこの担当式試験来年ですね2023年ね確実にねあの合格できるようにぜひねこれから秋ですねもう勉強始めるよって方ねあの進めていっていただきたいんですよ。でこのねちょっと次見ていただきたいんですけども、この鑑定士試験のね大きな特徴としてね、これ今現在です2022年の秋ですね、で来年2023年5月に担当式試験が行われる。で晴れて合格するとね、その後論文式試験これですね、来年2023年5月の担当に受かると来年2023年の8月さらにはその次の2024年の8月さらにはその次の2025年の8月に3回この2次の論文式試験が受けられるんですよ。これがこの鑑定士試験の大きな特徴です。それゆえにねさっきね冒頭でも申し上げましたね、とにかくやっぱり担当に着実にね、また確実に合格しましょう、そういうことなんですよ。とにかく担当に受かればその後論文3回受けられる。確かに論文式試験ね、さっきご覧いただいたように科目は4科目もあって実際にこうペンを走らせてね答案を作んなきゃいけないっていう意味では結構大変だけども、でも3回ねもう論文だけに集中できます。いいですね。ですから最近実際ねこの論文式試験ですけども3回でですね3回目以内で合格する方がかなり増えてきてます。増えてきてる。実際ね正直申し上げますとかなり昔ですね、かなり昔はね4回目論文4回目でね受かる方も結構多かったんですよ。でも最近は論文3回以内でねもう合格する方がどんどん増えてますんでね、こちらよろしいですね。だから担当に受かるって大きいんですよ、大きい。論文にね専念できますから。で3回以内で合格する方も最近増えてますんでよろしいですね。これぜひ知っておいてください。こういう特典が担当の合格にあるよ。だからまずは来年の担当合格ね、そういうねこのガイダンスのねタイトルにつながるわけですよ。そういうこと
うですね。でこの担当ですけども、ね、さっきもちょっとご覧いただきましたけども、あの行政法規と鑑定論ですね、この2科目から成り立ってるんですけども、ちょっと次見てください。でまずこの担当試験の行政法規ですね、これどんなものを勉強するのかって言いますと、ね、都市計画法だとか建築基準法などの不動産系の法律ですね、不動産系の法律を学びます。でなんでこれを学ぶかというと、不動産鑑定士ですねが土地建物の鑑定評価、ね、鑑定評価って言います、これ値段を算出するんですよ。不動産鑑定評価基準っていうものを使って鑑定士が土地建物の値段を算出する、これを鑑定評価って言います。鑑定評価でこれをする場合に、その土地あるいは建物にね、法律上どのような規制がかかっているのか、当然これ知る必要があるからですよ。だから、ね、担当式試験の行政法規という科目が設けられて、そこでねその規制をかける、いろんなね不動産系の法律をね勉強するわけですね。でこの行政法規ですけどもね、都市計画法、建築基準法、農地法、国土利用計画法など全部で一応ね37個あるんですよ。出題のね範囲入ってる法律がね結構あるでしょ。でも毎年ねその全部が出るわけじゃありませんのでね、逆にねあんまり出ない法律も結構あるんですよ。ですからメリハリをつけてね勉強していけば OK なんで、別にそんな心配する必要ありません。でも将来ね、皆さんが鑑定士になるときに全部ね仕事をする上で必要な、そういう不動産系の法律ばっかですね。でもうちょっと言っておきますと、皆さんの中でね宅建ね、実を言うとこの収録の数日前に今年の宅建本試験が行われましたね。私も回答だしねやったんですけども、皆さんの中で宅建受けた方はね、ここに上がってる法律名おなじみですね、もう全部行政法規に入ってますから、だから宅建でやった勉強全部こちらの行政法規で使えますんでね。じゃあ次で今度ねもう一科目の鑑定論、これどういうものかって言いますと、不動産鑑定評価基準、これさっき言いましたね、さっき言いましたね、これ公式もあるんですよ、公式もあります、見ていくとね。でこれを使ってさっきも言いましたように土地建物の値段を算出するよ。で鑑定評価、これは鑑定評価って言うんだよ、さっき申し上げました。ちなみにこれはね不動産鑑定士の独占業務です。したがって鑑定士の資格持ってない人はこの鑑定評価業務できません、できません。よろしいですね、こちらでね、なんかすごく難しそうなイメージあろうかと思うんですけども、これね、これって言っただけじゃ分かりませんけど、今ね左側鑑定評価の手法3つね、あと右側に価格の種類4つ挙げました。これ実はね宅建で勉強してるんですよ。ですから皆さんの中で宅建受けたよって方ね、あのこれですよ、不動産鑑定評価基準っていうねこの分野の中でねこれ勉強されましたね、3つの手法と4つの価格って。だから宅建受けた方は実はねもうすでにねこの不動産鑑定評価基準ね、これがいわゆる鑑定理論ってものなんですけど、一応かじってはいるんですよ、かじってはいるね。もちろんねあの鑑定して勉強する鑑定はもっとね範囲が広いですよ、また内容も高度になってきますね、公式も勉強しなきゃいけないということですけど、でも一応宅建をやった方はね一応もうすでに勉強しているということなんですね。こちらで続いてちょっと見てほしいんですよ、これですよ。これねさっきもちょっと冒頭で申し上げましたけど、国土交通省のホームページからねこの数字は拾ってね、で私の方でご覧のような表にねあの作り変えてみました。でこれまずね一番左側ここですね、これ行政法規の平均点で、右側が鑑定論の平均点、そしてその右側がその年の合格点で、一番右側がその年の合格率ですね。これね一応最近、7年間ですね、7年間のデータをねご覧のような形で私のでまとめてみました。でまずね一番上2016年見ていただきたいんですけど、行政法規の平均点ね54点で、鑑定論が 55.5 ってことで、この2016年の時まではねこの行政法規と鑑定論ねほとんどあの差がないですね、差がない。でこの年の合格点が 127.5 ってことで、さっきも申し上げましたけど1問が 2.5 点なんで、ね、こういうね、まあ、波数とかねあの出てくるんですね。で合格率が 32.6 で、ちなみにこの合格率だけちょっと下までずっとね推移して見てきますと、ほぼほぼ一定してるでしょ。最近徐々にね36まで上がってはきてるけどもね、だいたい 32% から 36% ぐらいね、この辺でだいたい今のところ推移してますね。だからだいたいあのこの試験を行っている国土交通省もね、まあ、この辺でね、まあ、おそらく線を切るというふうに決めてるんでしょうね。でちょっともう一回上戻りますよ。で今度次の2017年ご覧ください。
行政法規が平均点 56.5 で理論が上がったんですよ。この年から、ね、行政法規の方が難しくて鑑定のが優しいっていう、ね、傾向がスタートするんですよ。で次の2018年ご覧ください。行政法規が下がった、前年の2017年も下がった。それに対して理論がご覧のように7点も上がってるんですよ。もう完全にこの2018年においては鑑定理論の方が優しくて行政法規の方が難しい、そういう傾向になってますね。で2019年見てください。行政法規が前年よりもさらに下がってるんですよ。平均点が 54.1 で、それに対して理論がまた今度逆に上がってるんですよ、 68.0。 したがって合格点見てください。さすがにこの年はね140、7割ですね、7割までいった、ね、で今度2020年見てください。もうこれがね、もうある意味最近の行政法規のいわばもう暗黒時代って言ってもいいんだけど、さらに前年よりも平均点下がったんですよ、 52.3 ですよ。もうほとんど半分ちょいですよね。で理論もさすがにねこの年は前年よりもちょっと下がったね。したがって合格点もちょっと下がりましたね。でも合格率はそんなに変わってない、逆に上がってるんですよ前年よりもね。で次今度2021年見てください。行政法規少し上がったね。これ前年さすがにねやっぱ国交省もねまずいと思ったんでしょうね、ちょっと問題をいじくり始めたんですよね。で 54.3 ね、ちょっとね平均点が上がった。で鑑定論これも上がりましたね、 69.6 でやっぱり合格ラインが140、7割までまたね上がっちゃったということで、問題今年です、2022年。これね一応私赤字にしたんですけど皆さんよく見てくださいね。前年行政法規 54.3 点で、今年2022年 61.8 ですよ、上がった 7.5 点もですよ、ね、さっき言いましたけど1問が 2.5 点なんでちょうど3問分行政法規優しくなった、ね、これこの後見ていきます、なんでこういう風になったのか、ね、であと鑑定論も上がった、ね、72.1 でちょうどこれ 2.5 点でしょ、上がったのが1問分優しくなった。で合格点これも10点、すなわち4問分も優しくなったですね。でも合格率が変わってないんですよ、イコールこれイコールって意味ね、 36.3 です。だからやっぱ国交省おそらくこの辺でやっぱ線は切るつもりなんでしょうね、これよりは上げたくない、ね、ところがね行政法規この後見ていきますけども、いわゆる過去問の焼き直しですね、過去問あの本試験問題ですけど、過去に出た本試験問題過去問っていうんですけどもね、宅建とかやった方分かると思うんですけどね、これ焼き直しが増えちゃったんですよ、増えちゃったっていうか私たちにとってはね非常にありがたいね嬉しいあのことだったんですけど、その結果行政法規はもう 7.5 点も上がった、3問分です、3問分よろしいですね。こちらで次見てください。今申し上げました行政法規過去問の焼き直し本当増えたんですよ、増えた。で私毎年ですね担当本試験大体まあ5月の第2日曜日なんですけどもね、本試験あの終わってスタッフからね問題受け取って、でガーッと私毎年回答出しやるんですよ。で大体ね最初はね何も見ないで一気にこう問題文読んで鉛筆でね印つけてね、これが正解しかなって形で正解あの答え出してくるんですけども、ここね何年間か結構ね私結構時間かかってたんですけど、今年2022年はね正直言って30分ぐらいでしたね。スタッフから問題を受け取ってその後電車乗って、電車乗ってる間だけでもう全問解き終えました。であれなんか簡単だよな、で後でちょっと冷静になって見てみると考えてみるとやっぱなんか過去問の焼き直しね、なんか随分増えたよなってそういうね印象だったんですよ。実際これです、本当に過去問の焼き直しこれがねものすごく増えましたね。でよいしょ、この後皆さんに実際ねこの2022年今年ですね行政法規の過去問ですね、ごく一部これをご覧いただきます。焼き直しなんですよ、焼き直しが増えた。本当はねもうできるだけ一問で多くね本当はお載せしなかしたかったんですけど、ちょっといろいろね、まあ、この収録時間との、ね、関係ともあってね一応私の方でねあのかなり絞ったんですけど、特にねやっぱこれですよ、皆さんの中で宅建受けた方ね特にこの後しっかりご覧になってみてください。特にねあの宅建でも出る、ね、法律に絞って今回私ねこの焼き直し問題あの載っけましたんで、ね、宅建受けた方、ね、ぜひちょっとね注目してご覧になってみてほしいんですね。いきますよ、まずこちら、ね、これが
行政法規です。2022年、ね、この都市計画法問題6番、ね、で足の4、ね、これの1個の選択肢をここに載っけました。これ行政法規ですよ、ね、で高度地区には都市計画に当該、地区内の建築物の建蔽率を定めるものとされている。これ誤りですね。誤り。高度地区ときたら高さですね。高さだから建蔽率じゃないよってことで、この建蔽率という箇所が誤りなんですよ。でこっちもね、これも 行政法規の過去問、ちょうど3年前ですね。2020年、これは今年でしょ。でちょうど3年前、やっぱり行政法規の都市計画法問題6番足の位で同じような足が出てます。高度地区は用途地、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地の利用の増進を図るため建築物の高さ、高さですよ、さっき言ったように建蔽率じゃないよってね、の最高限度または最低限度を定める地区とされている。これ正しいですね。正しい。で宅建やった方はいかがでしょう。宅建でもやりますね。高度地区ときたら建物の高さ、ね、もう宅建と同じことですよ。ですね、こんなの行政法規でこんなね繰り返し同じようなね問題で聞いてるんですね。で次、今度建築基準法です。やっぱりこちらね2022年です。で全面道路の幅員、幅員ってのは幅ですね、幅、幅、道路の幅ねが12メートル未満である建築物の建蔽率は、これおかしいですね。これ正解は容積率です。だから誤りってことでですね。でも次右行っちゃいますよ。これもね、これ2015年のやっぱりね行政法規の建築基準法の問題なんですけど、見てみてください。全く同じ、ね、やっぱりこの建蔽率というところがおかしい。これ容積率、これが正解ですね。やっぱりこれも誤りってことで、問題文よく 両者見比べてみてください。全く問題文同じですね。でこれもね、宅建おやりになった方やりましたね。幅員12メートル未満、この時は容積率ですね。容積率について計算が入ってくるんだった。やりましたね、宅建でね。で次いきますよ。でこの農地法、これやりました、ね、これをピックアップしました。これも宅建やった方はね、ぜひ注目してみてください。やっぱりね、これが左側が2022年で、遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には法、ね、法というのは農地法ってことね。農地法第3条の許可ね、これはいわゆる農業委員会の許可なんですね、を受ける必要はない。ただし、ただしね、遺産の分割ね、これは家庭内の問題なんで農地法3条の農業委員会の許可なんかいらないよ、ね、そういう知識です。でこれやっぱり2019年、3年前ですね、3年前の行政法規の農地法で聞かれてます。遺産の分割により農地の所有権取得する場合には農業委員会、ね、こちら農業委員会という名前出してますね。でも3条許可と意味同じですからね、許可を受ける必要はない。丸、ね、こちらもう本当に焼き直しでしょ。もうこんな感じなんですよ。よしですね。だから本当ね、これも宅建でやりますね。宅建でもやる基本的な知識です。だから宅建やった方ね、本当にね勉強されたね、今回ね、あの勉強大変ね苦労されたと思うんですけどもね、それ本当にね鑑定士のこれ行政法規でも使えますんでね。で次いきますよ。で担当に合格するねためには150ですね。150来年ね、2023年ね受験するよって方、担当に受かるためにやっぱりね150、ね、もちろん行政法規と鑑定の合わせですね。やっぱりねこれを目標にね勉強を進めていっていただきたいですね。で一応内訳としてはね、行政法規が70点で鑑定理論が80点、合わせて150とね、これでちょっとねあの勉強を進めていってくださいですね。でね、鑑定理論は取れますからね。鑑定理論はね8割なんかもみんな取りますから、普通にちゃんと勉強した人は。何らかにも9割以上取る人だって全然あの珍しくないんですよ。だから鑑定理論ね、もう本当もう8割ってのはある意味最低ラインですよ。で行政法規7割取ればね、もう150、ね、以上いきますから、これだけ取ればね、まず担当合格できますから、これを超えてね、あの担当ね、あの合格のラインにするってことはちょっと考えにくい。で実はあの国土交通省が受験案内の中でですね、あの担当についてはね、おおむね7割を合格点とするってことをね毎年歌ってるんですよ。で二次の論文についてはね、おおむね6割を合格点とする、これもね受験案内の中で歌ってるんですけども、もうとにかくね150、これ7割超えちゃってるんですよね。おおむね7割担当についておおむね7割って言っていながらね、もう150ってことになっちゃってるんで2022年。でもね正直言って合格ライン上がった2022年ね、合格ライン上がった。でもそのこと自体について
少なくとも私の周りで、ね、あの受講生の方たち受験生の方たちが文句を言ってるって方はあんまり見かけないんですよ。見かけない。なんでかというと、確かにね、国交省がおおむね7割140点って言っていながら、今回ね2022年150になって、来年もね一応150を目指して勉強していく、ね、わけですけども、合格ラインが上がるってのは言い換えれば問題が優しくなったってことなんですよ。そうでしょ、ね、で問題が優しくなること自体に関してはね、受験生あんまり文句言わないですね。逆はあるんですよ。合格ライン下がる、当然難しいからですよ、ね、でなんであんな難しいの出すんだよ、ね、全然過去問にも載ってないような、なんであんな初見の問題ばっか出すんだよ、結構一時期ねそういう声が結構私の周りでもね見受けられました。だ当然やっぱり国交省のやっぱ耳に届いてるんでしょうね。で、まあ、150と、ね、いうことで、まあ、ともかく2023年やっぱり150以上目指して勉強していってほしいですね。でじゃあ具体的にどうしたらいいの、いきますよ。そのためにはやっぱ過去問ですよ。焼き直しが増えてるんだもん。これ鑑定量もそうなんですよ。さっき私行政法規を中心にお話ししてきましたけど、まあ私自分がね行政法規担当なんで行政法規の話中心になりましたけども、鑑定量もやっぱりね焼き直し増えてるんですよ、ね、でその手段、ね、過去問だけではねこの行政法規も鑑定量も正確な理解できません。単に答えを覚えちゃえばいいっていうそういう暗記の勉強になっちゃうでしょ、ね、これじゃダメ、それじゃダメなんですよ。応用が効かないから。だからこの過去問をしっかりものにするその手段として講義とテキスト、これが必要になってきます。いいですね、こちら。でまず過去問につきましてはこの2つですね。これレックから出している足別行政法規っていうのと足別鑑定論ですね、この2つ、これともにレックから出している過去問集です。これをしっかりやる、ね、あと講義といたしましてはこれもねレックの講義ですけどね、レックの講座の中の講義です。合格基礎講座、やっぱりこれもね行政法規と鑑定論2つありますんでね。あとテキスト、これもねレックからこの合格基礎テキスト、ね、行政法規と鑑定論それぞれ出してますんで、やっぱこういうのを使っていってほしいですね。過去問だけでは絶対ね理解が不正確になります。ただの暗記競争になっちゃいますよ。ただ答えだけ覚えればいい、それではちょっとひねられたらね太刀打ちできませんから、ね、だからその手段としてやっぱり講義を聞いて、ね、さらにはテキストを使ってやっぱりある程度体系的な勉強っていうのが必要になってきます。ですね。で一応ね整理しますと、過去問が一応柱だよ、で講義テキストこれが一応手段だよ、そういうことですね。でねちょっと過去問ですけども、一応ですねちょっと皆さんね 今目をパチクリされたかもしれませんけど、最低3回は回してほしいですね。この足別行政法規と足別鑑定論それぞれ2冊ずつです。上下それぞれね2冊ずつ合計4冊から成り立ってるんですよ、このレッグから出してる過去問集、ね、ですから結構分量ありますけど最低3回ですね、3回回してほしい。で実際ねうちからねあの高得点で、ね、受かっていかれた方たちに話聞くとやっぱりね5回ぐらい回してるんですよ。5回ぐらいで、ただね全問5回回す必要はない。一応基本的にはね一通りやるのは大体3あの全問ですね、全問やるのは一応3回くらいまででいいですよ。で4回目5回目はね何回やっても間違える問題だけやればいいから、ね、だからそうすればねそんなに負担も大きくならないかなと思う。でもその一方でやっぱりね3回はね一応基本的に、まあ、全ての問題ですね、まあ、全ての問題って言ってもね一応ね講義受けていただければねその時お話しますけど、一応このね足別の中でもねあのやんなくていいよって問題ね一応皆さんにね一応お示ししたりはしますけども、まあ、基本的にね、まあ、一応3回、ね、これは回していただきたいな、そういうところですね。いかがでしょうこちら。でねこれちょっと頑張ってねやっていただきたい、これちょっと頭入れといてくださいね。これから勉強やるよ、あるいはもう勉強始めたよって方、3回ですよ、3回ですね。で次でこれ合格でこれ皆さんですね現時点で、で当然ね合格を見て受かりたいな、ね、鑑定士になりたいな、ね、そういうね思いをお持ちだと思います。これはねこれは大事なことだしまた素晴らしいことですね。でもねこれ合格を見てるだけじゃダメです、ね、なんでかというと今皆さんがねこのいらっしゃるその現時点から合格までの距離感っていうのがねこれつかめないでしょ、つかめない、ね、今いるね現時点から合格を見るだけじゃ
不十分なんですよ。これが必要なの。どういうこと？これ逆算です。逆算、合格からね、逆算してね、今何をやんなきゃいけないのかな、現時点で自分が今やるべき勉強ね、どこまで何を進めなきゃいけないのかな、これを常に意識することが、特にねこういう難関と言われる国家試験の勉強で必要なんですよ。具体的に言うとこれですね。過去問、いつまでに過去問ね、レックのね、足別ですよ、足別、これをいつまでにこなすのか。さっき言ったように基本的に3回回してほしい、3回転をさせてほしい。そうすると当然ね、試験日は決まってますから、担当式試験ね、冒頭でもご説明しましたけどね、5月の第2日曜日ね、もう基本的に決まってますから、そこから逆算して現時点ね、どれくらい時間取れるのか、これは皆さんお一人お一人違います。有職者の方もいらっしゃればね、もう専念受験生の方も当然いらっしゃいますんでね、その当然取れる勉強時間も違う。だからあとは皆さんがお一人お一人ね、きちんとスケジュール管理をする必要があるんですよ、ね、ちゃんとしっかり逆算して現時点で何をどこまで進めなくてはいけないのかってこと、ね、これはお一人お一人違いますから、これが大事ですね。そうしたらもうのんびりしてる時間とかないですね。気がつきますよ、やばいな、のんびりしてこんな今スマホとかいじくってる場合じゃないなということにお気づきになると思います。厳しいこと言うけどですね。あちらよろしいでしょうか、ね、でこれが大事ですよですね。逆算してください、常に逆算ですね。最後まとめに行きます。でとにかくね、過去問中心にしっかり準備して確実にね、2023年の担当試験に合格することが大事だよってことでね、ちょっとこれも老婆心ながら付け加えておきますと、油断しちゃダメですよですね。担当だけって聞くとね、いやなんだ時間たっぷりあるじゃんね、大丈夫大丈夫っていうふうに、ね、油断する方時々いらっしゃいますね。油断しちゃダメですね。もう合格ラインが上がってるってことはね、逆に言うと取りこぼしができないってことなんですよ。そういうこと、確かに合格ライン上がればね、さっき申し上げたように問題自体優しくなってる、だから受験生にとってはね、まあ、しめしめっていう気持ちになると思う。でもその一方でね、合格ライン上がるってことはちょっとしたミスも許されないってことなんですよ。そうでしょ、ちょっとした問題文読み間違えた、もっと言うとちゃんと正解出したのにマークミスですよ、いるんですよ毎年必ず、マークミスして失点しましたって方、それで落ちた日には本当にもう悔やんでも悔やみきれないでしょ。だから油断しないですね。これもぜひね肝に銘じておいてくださいね。でただし独学はねやっぱ効率悪いですよ。だからね、レックの担当合格コースですね、この受講をぜひお勧めいたします。独学はね昔からね独学って言われてますから、やっぱりね独学やるとね、あの無駄が多いです、勉強の無駄が多い。で確かにね、担当だけに限って言うとね、独学で受かると方もね時々いらっしゃるんですよ。でもねやっぱり無駄な勉強やってますね、やっぱり最短で行くためにはやっぱり予備校をうまく使ってください。でこの担当合格コースなんですけどね、こちらちょっとねこのパンフレットですね、こちらにね一応ご用意してますんで、またちょっと一回いきますよ、こちらね。でこちらのパンフレットですね、開けていただきますとね、20ページですね、あごめんなさい、22ページですね、失礼しました。こちらね、ここに担当合格コース全50回こちらについて、ね、載ってますんで、ぜひよろしければご覧になってみてください。よろしいでしょうか、ね、で本当にねこの鑑定試験ですね、やっぱりね他の国家試験と比べるとなかなかこう情報量ですね、情報量が少ないっていうのもねやっぱりあると思います、ね、ですからあのこのパンフレットですね、今ご覧いただいたパンフレットもぜひね機会あれば目を通していただきたいし、あとレックのホームページですね、あの不動産鑑定士課のホームページ日々ねまめに更新してますんで、ぜひそちらの方もねあのいろんな情報満載でねやってまいりますので、ぜひそちらもねご覧いただければよろしいかなと思います。じゃあ時間になりましたのでね、以上でガイダンスですね終わらせていただきます。最後ねご覧いただきましてありがとうございました。